Sa mga kabady, matapos ang unang laban ng tinaguriang angas ng Pinas na si Cuadrolas General Casimero sa bansang Japan, kung saan nauwi ito sa technical draw ang kanilang laban nang nagtamo ng maliit na sugat ang Hapon sa round 4 ng kanilang laban na si Yukonori Ogoni. Makalipas lamang ang isang taon, muling aakyat sa ibabaw ng luna si angas ng Pinas Cuadrolas General Casimero kontra sa American boxer na si Saul the Beast Sanchez na may ring record na 21 na panalo 3 ang talo, 12 ang pinatulog nito. Mas bata po ito kontra sa ating pambatong General Casimero sapagkat may 27 pa lamang na edad ito, samantalang 35 na ang angas ng Pinas. Kaya isa po itong delikadong laban para sa ating pambatong si Casimero. At may mga Pinoy na rin tinalo itong si Sanchez. Ito ay sina King Arthur Villanueva at Arvi Diniega ng Sanman Promotion. Kaya ating balikan ang laban ni Sanchez kontra sa ating pambatong si Arvi Diniega. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, pakilike at subscribe naman. Pakihit na rin ang notification bell para palagi kayong updated. Maraming salamat po mga kabady. デニエガはうまく距離を取りながら戦っているなという印象がありますよね。はい、デニエガも、サンチェスもう少し詰めながら、手を出していきたいというのはあるんですけど、はい、まあ、ここ慎重ですよね。そしたらまたさらに詰めていきましょうね。ここからパンチをまとめてくるサンチェス。サンチェスもあの距離になればどんどんデカデカ出ますからね。はい、左の
汁が、はい、本当止まらないけど、本当になんかこう遺伝子が違うのかなっていう、なんかボクシングしますよね。そうですね、はい、手を触ってるんで、タイミングもやってるんで、はい、一応の場面の維持時間は特にすごいですね。パンチが交錯すれば、こいつ、こちらが倒れてもおかしくないような状況が続いています。セニエがそこに入っていく。サンチェスボディ2発、さらにストレートフック、左振りかまわず振っていく。ロープに触れますが、セニエがもう目がよく見えています。21戦して19勝2敗です。19勝の12の KO が決まります。高い KO率を誇ります。このラウンドの第4ラウンドに入っていますが、やはりサンチェスがプレッシャーに行きます。山中さん、これポイントが分けるというのはどういうことになってくるんでしょうか。難しい距離の時間が違うんですよね。少し左のバント割れてるところはありますね。右側のパンチ、ここも左。岩佐さんはいかがでしょうか。そうですね、これも本当ちょっとジャッジ泣かせというか、はい、連絡が出たプレッシャーを取るのもそうなんですけど、こう距離とかをこう支配してるのは前に出ていく中でも、今もそうです。時折左横を入れてきますデニエが。それをサンチェスが警戒しているという状況。ワンタム級勝った方が上に行く試合。右ストレート、さらにボディ、右のジャブ、デニエがのジャブに対して一気に突っ込んでくる。サンチェス重戦車のように体を預けます。デニエがこういう距離感でもやっぱり左を警戒しているのがサンチェスですね。右のフックを今度合わせていきます。デニエが、サンチェスの動き見えてきたか。ただ今一つ右を入れました。サンチェスまた詰めていく近い距離、下から上、サンチェスのコンビネーション。ラウンド右もらった、サンチェスの右、今度は左返した。デニエが互いに譲りません。山中さん、ダメージどうでしょう。いや、ダメージまではいってないですけど、今いいパンチ入ってますね、両者。お互いですよね。左アッパー、さらにパンチが交錯、パンチまとめていくのサンチェス。山中さん、この展開っていうのは、もうなかなか変わらない、変わりにくいわけですか。いや、なかなかそうですね。サンチェスももう少し、もっとテンポよく行きたいところではあるんですけど、やはりあの左が飛んでくる警戒してるんで、はい、なかなかそうですね。後半なんでね、ちょっといろいろ。左、デニエガの左、さらに左アッパー。またパンチを、いやでもサンチェスも負けてません。譲らないですね、お互いに。譲りません。体を預けていったのはデニエガの方です。すべて安全な距離と、ここから出してくるというか。今目に入れましたね。距離に入るとも一気に手数が出ましたね。はい、ただバッティングがありました。デニエがちょっと、フレッシュに行くのに頭から行きますよね。それ結構何回か前半からもちょっと頭が当たりますよ。はい、さあここです、この距離。さあ詰める、近い距離、左のフック入れたサンチェス。デニエがを狙っています。右のジャブ、ここからチャンスと見ればサンチェスが入ってくる。左のパンチが山田さん速いですね。速いですね。ラウンドの運動で第7ラウンドに進んでいますが、全く運動量落ちません。運動のタイミングもいいですね。はい、やはりデニエガはカウンター狙い、サンチェスは自分から仕掛けていく。残り15秒、この連打もブロッキングしています。デニエがストレートから下から上にパンチをつなげていきます。サンチェス左フックから右のボディアッパー、そして追いかけていきます。残り10秒、左のフック一つデニエの顔面を捉えた。またコーナーに詰めて右、さらに左、最後に山をしっかりとサンチェスが作って、このラウンドを終了しています。おっと詰めてきたサンチェス、いきなり来ました。
うですね。リズムから2番ツー左ストレートはドニエが詰めていくのはサンチェスです。サンチェス攻撃に出たことが出た中でも、危ないなと思うタイミングもドニエが打ち込まれている場面もあるので、はい、だからそう簡単にいけないですね。なかなかクリーンヒットも生まれにくいですね。そう生まれにくいですね。でも今のバッターですね、サンチェス。左ストレート、ここはデニエが体を揺すりながら入っていきます。サイドからリードから左のストレート、ボディーズ積極的にも自在な左を持ちます。左ストレートを1つ当てました。当てただろうとアピールしたのはデニエガの方。サンチェスコーナーで連打、サンチェス、ano po ang opinion ninyo tungkol dito sa nalalapit na laban ng ating pambatong si General Cuadrolas Casimero kontra dito sa American Boxer na si Saul The Beast Sanchez? Paki-comment na lang po sa baba. Hanggang dito lang po tayo mga kabady. Maraming salamat po.